さあここまでね、もうこのフットサルのこう魅力をいろいろとお話をしてきたんですけども、ここからですね、まあ、先ほどもちらちらとお話に出てましたが、はい、ハワイフットサルカップ、はい、まあ、我々もねこう番組でも何度もやらせていただいてますし、そうですね、はい、まあ、皆さんも現場に行っていただいてますけども、まあ、このちょっとこの話を、ね、お聞きしたいなと思うんですけど、まず金田さん、なんか、はい、サッカーとかフットサルとハワイっていうイメージがあんまり今まで結びついてなかったんですか？あ、そうかもしれませんけれど、多分アメリカ全土の中で一番サッカーが盛んな地域ってハワイだと思うんですよ。あの、僕はこのフットサルカップでも当然お世話になってハワイ行ってますけど、はい、ちょうど今年1月シニアの大会があって、ワイピオっていうところなんだけど、はい、パールハーバーからちょっと行ったところ、うん、天然芝22、3面あって、朝10時から夕方の4時、5時まで22面全部埋まってるの。それ4日間連続でやってるの。どんだけサッカーやっておるんやびっくりするぐらい。男女よ、女子チームもあるよ、11人制。潜在的にはハワイはなかなかフットサルのイメージは僕の中では湧かないんだけれど、フットサルのポテンシャルを上げるためにも、あれだけの競技人口サッカーやってると男女ともに、うん、もうポテンシャルとしてはみんなフットサルに流れ込んだり、同時にフットサルを楽しんでくれたりっていう環境はハワイこそ整ってる。逆に下地があるということですね。あ、ポテンシャルすごいと思うね。なんかそのサッカー、僕らなんかもね、仕事でこうハワイに行ったりすると、どっちかというとこうなんかホノルルの周りは女子のサッカーとか子供の女子のサッカーってめちゃくちゃ盛んなんですよ、うん、まあ、すごいそのイメージがあったんですけど、僕もそう思ってたよ、はい、で実際にあの声かけてもらって深夜の大会に参加するっていうことで僕行った時に、そこの YPO の環境を見た時に、集まってる人数とチームを見た時にビビったの。これは違う、すごいと思ったね。そうですか、うん、ここまで金田さんもね、あの現地に行かれてますけども、どうぞ、やっぱりこのフットサル自体は、まあ言えばこう体育館の中じゃないですか、うん、中でなんですよ。でもこうハワイでやると雰囲気が変わるもんですか？どうなんかな、僕は個人的にプレイしてるわけではなく、はい、その大会を見にあの行ってインタビュー取らせてもらったりっていう、そういう環境の中でここ3回やらせてもらってますけれど、やっぱハワイでフットサルっていう、まあ、それだけでもうテンション上がるわけ。あ、テンションが上がる、テンションが上がる。で僕らも当然マイクだけ向けてるんだけど、うん、別にそれ一応仕事の一部としても、終わったら外出たらハワイやるみたいな、ね、だから朝からもううまいチーズバーガー食いに行って、時にはパンケーキ食うて、でいいゲームを見る準備をして、コンディション整えて、でフットサルのコートに行けるわけじゃない、こっちは。だからめちゃめちゃ楽しいの、一日が。まあ、選手には悪いけど、場所いや選手には悪いけど、でも選手も結果的にはそのハワイに行ってやるっていうことにこうテンション上がってるわけですよね。上がると思う。例えば日本ではそういうあのことはやらないかもしれないけど、チーム同士で行ってハワイだったら、例えばバーベキュー簡単に揃えてもらったり、宿泊施設でそこでバーベキュー食いながらゲーム終わってとか、じゃあちょっとゲームの空いた時間午前中ビーチ行ったりとか、みんなしてるわけですよ。それおのおのがハワイという環境の中でフットサルを参加してるんだけれど、他の部分でハワイを楽しんでるっていう姿を僕らは見るにつけ、やっぱハワイなんだなっていう、みんなテンション上がってるような感じしますね。ということは結構ね、高橋さんもご覧になってると思うんですけど、予選の戦う選手たちもなんかやっぱりハワイというある意味プライズじゃないですか。そのプライズがぶら下がるとちょっと変わってくるのかな。いや、そうですね、まずその予選勝ち抜いてハワイに蹴るというその得点っていうんですかね、それはちょっとまあボールを蹴る人間としてはたまったもんじゃないですよね。あんまりないですね、今までですよね。いや、ないじゃないですか、ね、そんなもん日本でフットサルやってチャンピオンだったらハワイ行けるなんて、そんなんありえないな。ほら、必死で走るよ。そうですね、当たり前やね、サボらないですね、サボらないよ、ね、誰も必死でしょ。でもそれがね、今回面白いなと思うのは、プロの F リーグのプライズとか F リーグのなんかじゃなくて、うん、このどっちかというと一般の方々の、まあ、クラブチャンピオンというか、一般の方々のチャンピオンシップがの頂点がハワイにあるという、ここなかなかこう面白くないですか、発想としては。まあ、本当に、そのフットサルはもう当然やりたくてやられてると思うので、もちろんそうですね、そこはもう楽しいと思うんですけど、まあ、先ほど金田さん言われたように、その今回、前回ですね、あのコンベンションセンターの会場だったんですけど、はいはい、よかったなあれ、もうホノルルのすぐところですからね。そうなんです、徒歩10分ぐらいですか、そうですね、あのもうビーチに行けるっていうのが、はい、まあ、その
なんつギャップというか、うん、そこはちょっとないかなというのを楽しいというかテンションが上がるというのはもう、うん、まさにおっしゃられた通りですね。ね、はい、でやっぱりその、まあ、も少しその競技面に寄せるんですけど、逆に行った先でそのやれる相手がその西海岸から来ていたりとか、はい、来てますよね、はい、そういう強豪チームとやれるので、またチャンピオンになってその本当に、まあ、金野さんもそうだと思うんですけど、日の丸を背負ってこう日本代表として、うん、日本代表ですか、はい、それも同じなの でそういった選手たちとこうやり合って、でガンバ小坂なんかは前年敗れてるわけですよね、はい、ですよね、はい、でそれをまたこの大会に出てっていうのをまた予選から勝ち抜いて、あの獲得をそのハワイに行くあのチケットを獲得してそう言ってるので、もうよほど重いというか、そういうなんか得られるものが全然違うのかなっていう、仲間るわけですよね、はい、今回は日本で予選の場所増えましたね、はい、そうですね、全国で16カ所ローカル大会が行われます。16カ所から勝ち上がってくるから相当結構大変だということですよね。そうですね、その地域で一番になったチームが、うん、俺たちはハワイに行くんだと言ってこの決勝大会に来るわけですから、東京の決勝大会に、はい、うん、だって1年目は一発勝負だったんだから、東京だけで、2回大会目は全国 5カ所で予選を勝ち抜いたチームが東京に集まってチャンピオンシップをやって、まあ、勝ったチームがハワイ、今年16カ所でしょ、だから競技人口もめちゃめちゃやっぱりこうチーム数の登録を増えるだろうし、となると自然的にレベル上がってくるじゃない、そうですね、だから東京大会の決勝のレベルはまた今回相当上がると思うし、そこにほら女子増えてるから、そうです、今年から入ってる女子がこの、はい、トナルカップにあるんですけど、うん、女子もこういう東京でこれやるんですね。女子は一発勝負埼玉でやるけれど、あ埼玉、はい、現在今エントリー8チームだけど、このままいったら10超えるかもしれない、うん、で集まってる来ているチームは元日本代表であるとか、うんね、その女子のリーグ戦の中でアマチュアのトップにランクされているチームだとか、その辺のレベルが8つぐらい集まるわけよ。それ1日で決めるって結構厳しいよ、うん、今回出てくるチームの中にはこの、ね、日本代表も去年ぐらいまでやってるような選手がいるとか、ね、そうですね、まあ、サッカーで日本代表のだった方もいらっしゃってますし、はい、あとは、まあ、フットサル その女子日本代表の選手もいますし、で女子の F リーグっていうのもあるので、そこでやっていた選手だったり、もしかしたらそこであの普段プレーしてる子たちも出てくるんではないかっていう噂もあるぐらいですね。結構女子の方もレベルは高いんじゃないかと。相当高いと思う。すごい。いや僕はでも楽しみなのはもう一つ、女子 このサッカーレベルって人気もあるし高いわけじゃないですか、うん、そこ当然それなりに強い、ね、チームが強い選手たちがいて、それが日本 その強い選手たちとどんな戦いになるのかな。ハワイの女子の戦い楽しみですよね。そうですね。で、まあ、そういうチームが日本代表として行くわけですから、はい、逆に、まあ、あの日本には頑張ってもらいたいですし、うん、で予想としては日本チームが勝つ予想なんですね。一応そういうストーリーが、はい、そんな感じになったらいいなと思ってるわけです。でこの大会は、まあ、今回で終わりというかわけではなく、こう続いていく歴史のあることを考えたら、今度そのチームを倒したいんだっていうあのチームが現れてくると、さらに盛り上がりが楽しみになってくるというか、それが実際に第1回目ベルマーレヨンドリーナが優勝したでしょ、うん、はい、で2回目開いた時にアメリカの方から来るチームはロンドリーナをやっつけたくてもう1回来ましたみたいなチーム結構増えてた。なるほどなるほど。それは多分女子のレベルで言うと日本のレベルが高いので、もしかしたらアメリカあるいはそれ以外の国々からこのジャパンなでしこを倒すために次の大会照準を合わせてっていうのはありますか。